こんにちは。ジャックインザボックスの鶴田です。今回はデラックスとエピセンスケートボードと JB ボイス限定のトリプルネームのコラボレーションのアイテムをご紹介したいと思います。デザイナーのヒューさんとはブランドがスタートする以前から弊社社長と親交があり、今でも良いお付き合いをさせていただいています。デラックスと JB ボイスは過去にもポップアップイベントや特別なアイテムの制作など様々なイベントを計画してきました。そして今回もヒューさんの優しさに最大限甘えて、デラックスとエビセン、そして JB ボイス、このトリプルネームのコラボレーションを実現することができました。ヒューさん、ありがとうございます。このトリプルネームのコラボレーションは 20AW の時にも1回作っていただき、その時はスタジャンとパーカーを作っていただきました。そして第2回目となるこのトリプルネームでのコラボレーションでは、デラックス×エビセンの第4弾アイテムからこの解禁シャツとこのイージーパンツを別注カラーで作っていただきました。もともと展開されている色は黒とオリーブだけなんですが、今回別注カラーで作っていただいたのはこのネイビーです。今回ネイビーにしたのもジャックインザボックス内で最近ネイビーが気になるよねだったり、ネイビーって意外と合わせやすい、いろんなものに合わせやすいし、あと上品にもなるなということで、今回この色で作っていただきました。それではここからアイテムの説明に入っていきたいと思います。はじめにご紹介するのは解禁シャツです。サイズ感はややゆったりしたサイズのボックスシルエットです。ネイビーの色味と光沢感も相まって男臭くなりすぎず、上品で爽やかな印象を受けます。オリジナルの柄の刺繍は同色で入っており、派手になりすぎず大人の落ち着いた雰囲気を感じます。普段は総柄シャツを着ない方でも挑戦しやすいシャツなのではないでしょうか。パンツもシャツと同様にオリジナルの柄の刺繍が施されています。裾に向かってテーパードが効いており、すっきりとしたシルエットです。ウエスト部分にはドローコードがついたイージーパンツ仕様になっています。タックが入っているためシルエットがよく見えるだけでなく、動きやすさも兼ね備えています。後ろのポケット部分にはデラックスのピスマークがついており、さりげないアクセントになっています。スケーターブランド特有のラフな雰囲気に絶妙な大人の色気が加わったこのコラボレーションアイテムは、男性だけでなく女性からも人気があります。今回ご紹介したこのトリプルネームのアイテムが気になった方は、ぜひ一度店頭でそれを通してみてください。他にも気になることや質問等あれば、ぜひ下のコメント欄までお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。